んです。はじめしんちゃんです。今日は地元多治見市に帰ってきました。ありがとうございます。多治見じゃないけどね。ありがとうございます。おかえり。今日の練習は何ですか？あ、俺ね、あれやりたい。フミミがさ、動画で言ってたポンポンパン。あ、あの講習会でやってるやつね。ほら、ポンポンパンよ。あ、見た？見たよ。見てますわ。あれはね、今講習会で必ずね、ウォーミングアップでやるんですけど。あ、そうなの？そう、あれはね、ただね、打つだけじゃなくて、まあ、体がね、まだ温まってない、まあ、特にこの冬、怪我をしないためにも体を動かしながら打つっていうね、その練習、まあ、ウォーミングアップになるので。あ、そういう意味合いのやつなんだ。そう、この動画を撮る、まあ、今もね、朝一で体がね、まだ温まってないので、寒いもんね。実際に3人でね、この練習をやりながら、ウォーミングアップをね、やっていきたいと思います。それではやっていきます。レッツゴー。レッツゴー。寒いね。はい、一番最初はまず足をね、こうやって動かしてもらって、玉鷲ちいちゃんがね、玉鷲を出してくれるんで、ここに取って、これをこのまま打つっていう、とにかく足を止めずにこのままやり続けるっていうのがまずステップ1なので、それをやっていきましょう。俺もちょっと、えいほいえいほいほいほい。足動かして。あれ。足動かして。あれ。体温めるよ。はい、か。足動かして、足動かして、足動かしてよ。はい。はい。はい。で。はい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 。ありがとう。はいはいはい、よいしょ。はいはい、よいしょ。はい、次ステップ2は、あの一番後ろにセットしてもらって、走りながら前に来てもらって、でこの前に出して、前に来ながらこう打つっていうね、これをね、やっていきたいと思います。これはね、あの自分の場で受けた後にそれを前に出して、自分の打ちやすいところに出さないといけないので、少し難易度が上がるんですけど、まあ、これをやることによって体も温まるし、ボール感覚もね、掴めるようになるので、やっていきたいと思います。レッツゴー。はい、ステップ3では玉鷲をしてもらったものを自分で受け止めたやつをこう1回転してそのまま打つっていうね、ちょっとこれはね、自分のその場で回らなきゃいけないっていうことと、ボールを的確にね、上に上げなきゃいけないっていうところで難易度がね、上がるんですけど、まあ、一周回ることによってそのボールがどこにあるのかっていう空間認知能力もね、高まることができるので、まあ、その辺もウォーミングアップの一つとしてやっていきましょう。それではいきます。うまい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 、おいおいおい、結構難しいですよこれ。ほら、こうやってこうなるんですよ、こうなるんですよ。お、お前、お前、お前、あれ、はい、すごい簡単だよみたいな顔してね。反転がいいね、し。オッケー。ありがとうございました。この練習どうでしたか？結構ちゃんと動けて楽しいみたいな。ね、楽しいけど暑いよね。
暑い。ウォーミングアップとしてもね、かなりちゃんと温まるんでいいかなと思います。どうでしたか？めちゃくちゃ温まるわ。脱いでないけどねオープニングと同じ格好のままだけどねまあ体冷えちゃうからね。まあ体もそう、冷えちゃうから適宜に温めないとね。特にね、この冬場は本当に体がね、どれぐらい起きてるかとか温まってるかっていうのがね、怪我の予防にもつながるので、ウォーミングアップをやるときにただボレーボレーとかね、ショートランドをやるだけじゃなくて、まあ、こういった動きを入れた練習もね、入れながらウォーミングアップすることで怪我をね、防ぐことができるので、ぜひね、皆さんやってみてください。深いね。私も今まだジュニアでコーチとして教えてるので、これからの季節結構寒くなるので、最初にこれを取り入れたいと思います。ぜひやってみてください。深いね。じゃあこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。やっぱこれはね、うますやね。やっとやりました。